はい、こんばんは、キーです。ミニマリストの雑談部屋へようこそ。今日はですね、スーツリフレッシャーっていうものをですね、皆様にご紹介したいと思います。僕がいつも使ってるやつですね。こちらです。はい、ピント合いますでしょうか。ですね、プラウドメン、スーツリフレッシャーシトラスムスクです。はい、まあ、スーツリフレッシャーって何なのっていう話ですけど、まあご存知の方もいらっしゃると思いますけど、ファブリーズみたいなファブリーズと香水の間みたいな感じですね、はい、でこれはですね、すごいいい香りなんですよね。まあ、香水ほど強くはないです。はい、こんな感じでこういうやつですね。これでシュッシュッとします。シュッシュッと、で、すごいね、爽やかな香りです。これは男性向けですね。で、僕はですね、前もちょっと話したんですけど、スーツ着ない男なんですよ。スーツ着ないサラリーマンなのにスーツリフレッシャー使うっていうちょっと矛盾じみたことしたんですけど、まあこういう服にですね、まあ、これは僕のお気に入りのチェスターなんですよ。チェスターコートなんですけど、こういうのにシュッシュッとかける感じですね。ファブリーズの代わりにこれをかけます。本当にいい香りなんですよ。マスクをしててもね、香ってきます結構いい香りです、やっぱり。はい、僕はですね、ファブリーズも使ってますね。僕のファブリーズミニマリストっぽくないですか、これ。こういうの使ってますこれ詰め替え用ですね。あ、でもね、こっちの方がね、いい香りなんで、ね、で、香りの持続性っていう意味ではね、あんまりないかもしれないですね。多分1、2時間経ったらね、消えていくようなそういう香りな気がします。個人的に使ってる個人的な感想ですね。はいはい、以上ですね。スーツリフレッシャーについて紹介しました。生活にね、ぜひ取り入れてみてください。いい匂いするねやれるようになるような気がしますまあね、でも自分もね、いい香りをまとってね、生活したいですよねって思いませんか僕はそう思ってるんでね、これを使って、自分でもね、あ、いい匂いだなとか思いながら生活するっていう、はい、そういうスタイルで僕は生きてます。はい、こんな感じでですね、この前香水紹介しましたけどね、今日はスーツリフレッシャーっていうね、まあラブリーズと香水の間のようなね、商品を紹介しました。はい、以上です。今日も、見ていただいてありがとうございました。じゃあのー